はい、じゃあ今日も来たコメントすべてに切れる生配信スタートしていくわ。ハリポタニさん、こんばん、わーわーびっくりさせんな。音団子さん、こんばんば、わーだわのりちょこさん、外で見てるからギガ食うな。じゃあみんなそんなこと思いながら見るんだったらお前CEO 3600円、すみません、ルナシーのライブ見てたら遅くなります。もうちょっと余韻に浸れ。何すぐ切り替えて変なチャンネル来てんだお前。 CEO 3600円、今から宇治の余韻に浸りますわ。前回の配信のか直後にやれお前。クミポンヌ3600円、初スパです。宇治原さんって数年前はシシャモみたいなお顔でしたが、今ではすっかりサンマのような立派な顔立ちになられて素敵です。この気持ち伝えられ…何を言ってんのずっと大山さん、呼びました。絶対に呼んでないよ。耳どうなってんだよお前。ゆきえさん1600円、でのやめろ。テムレイさん1500円、親父にもぶたれたことないのに。知らないよあんたんとこの家庭事情は。自分で処理しろよ。慎太郎さん、日本代表じゃないんですか。何のだよ。何のトップだ俺。どつこい3600円、こんばんは、本日は京都から東京に移動してお届けしております。何をだ。何をお届けしてんだお前が。どつこい3600円、お届けしてるものはスパチャです。お前のスパチャで誰が喜んでたんだよ今まで。よくエンターテイナー面できるなお前。唐揚げ3600円、初体験は中1ってマジですか。言ったことねえよどっかで。誰と間違えてんだお前。ツバメ3600円、こんばんは、奇術師の大円ですが。誰だそれ。どういう生き方したらみんなが知ってると思えるんだお前のこと。カッパさん3200円、仕事中にぽーい、バイバーイ。じゃあ来んな。そんなちょっとの時間で来んな。CEO 3600円、今日神回の予感、プレッシャーだわ。バキバキになるわ。太鼓さん、ビッグスイートデニッシュ。技みたく言うなお前、多分パンだろお前。なかなか3600円、宇治原さんこんばんは、確かに吉野家とすき家が、何が確かにだ。怖いんだよお前。 ST さんに2000円、アルコールスプレーの下の部分って世界で一番綺麗です。見たことがねえよ。なんでそんなとこ見てんだお前。バナナ3600円、滝川クリスタルテルだわ。何のツッコミだこれお前。キサヤ3600円、こんばんは、日本に鉄砲が普及してから約500年になるんです。なんだそれ急にお前。なんでそんな情報を前に2024年にネットで伝えたいんだお前。高木さん1500円、鉄ハウ、鉄砲って言えよお前。多分鉄砲のこと言ってるだろうな。テレパシーさん、 J リーグチップス食べたくなってきた。味で買わねえよ、カードで買うんだよ。正吾さん1600円、車にウーハー組んだので配信楽しい。音で聞かねえよ。なんで音質気にしてんだこの配信で。なのかさん、宇治さんも飛び込む準備はできて。まず誰が飛び込んだんだよ。何の話してんだよ。ゆうさん、ご苦労様です。掃除してたのか俺今。花広さん、下痢の血、便秘、天気みたく言うなお前。翔太さん、日本負けそう。負けっぱなしだよ日本なんかお前。ST さん、サッカー負けそう。野球にか。なんで競技同士で争ってんだお前。どつこい3600円、ゴー、静かにしろ。キサラジさん1600円、サッカーは同点になりました、このように伝えろ。翔太さん、松木さんがうるさい。当たり前だろ。当たり前のこと言うなお前。どつこい3600円、ノットゴール。どういう状況だそれ。ややこしいんだよ。かっけえさん2000円、マリオに出てくるヨッシーの正式名称はティーヨシザウルスムンチョックッパスという説が。説かよ。確定してるやつ言えよお前。バナナ3600円、酒とマスは海に出てるか川に残るかの。聞いてねえよ。なんで物知りおじさんになりてんねん。アイワイさん1600円、でのやめろ。CEO さん1600円、今ノーベル賞を発表してる期間ですが、ノーベルブチギレたい。ねえよそんなの。調べ直せお前。ゆうやさん、いい意味でね、いい意味で。何がだ。聞こえてない悪口言うなお前。
静電潔白3500円、出勤何がだどこにだ静電潔白3500円、スパチャは仕事ちげえよなわけがないよお前。プリンさん、スパチャは呼吸してから言えよフリーチャット罪がよ。ブルーノア3500円、いつでも探しているよ、どっかにうちの姿をお尻の。あるわけねえだろお前どういう風に扱われてんだ俺。土浦3700円、うじさん、ココイチのカレー1からを注文したんだけどめっちゃ辛。じゃあ入んなお前もうカレーと接触すんなお前。ST さん2000円、ココイチは野菜カレーに野菜トッピング。なんでこんな奇跡起きてんだお前怖いな、2人で食ってんのかお前。CEO さん1600円、でイギリスの国旗、何かエピソードを言えイギリスのお前。だからさ、木琴って小学校以外で見たことないよね。だからなんだよどこで思うんだよ。加藤生物さん、オーストラリア14ドル、今日ズボン履いてないティーバッグ履いた女を尾行したのですが、なんだそれオーストラリア興味深すぎるだろお前。メコン3500円、宇治原さん、皆さんこんばんは。うっかり会社に着ていくワイシャツを洗濯し忘れたので、明日は T シャツと短パンとビジネスシューズで行っても怒られない。絶対にまだ時間あるだろ諦め早くないかお前。メコン3500円、まだ時間がありそうなので急いでドンキホーテで新しい T シャツ。だから洗えよまずなんで買う手段しかねえんだよお前。ルル3500円、なぜかスパチャが遅れなかったので試しにスマホを再起動してみたら大成功。何が起きてんだよどういう故障だそれドスコイ3600円、宇治さんは魚が苦手だからわからないかもしれないですが、サンマの苦いところが美味しいって共感してくれる女性が好きで。聞いてねえよまずなんで発表したんだよお前。CEO 3600円、未だにコロッケそばになる。誰かお前慣れるまで食う人とかいねえよ何の精神だそれお前。カッパ3600円、仕事サボってまーこらーだよお前人としてお前。ホーンテッド3600円、ヒゲの脱毛行っててライト当てるたびにビクビクして当たるたびにだよお前なんでお前がこうしてんだお前。シャトル3600円、スパチャフロームアイフォン、どれからでもいいわなんで伝えてんだお前。尾形さん、できんだろ。誰がだ誰がとんでもねえこと言ったんだお前。 CEO 3600円、外で酒飲んで金使うより家で酒飲みながらうじにスパチャしてる方が楽しいと感じる40歳。伝えなくていいわなんでお前だけ楽しいんだ。チロちゃん3600円、燃えろよ燃えろよ会社よ燃えろ。やめりゃいいじゃん。じゃあよく極端な方向に行けるね。ペコン3500円、巨乳の方ってナイアゴロ取りづらそうですよね。知らねえよナイアゴロの基礎も知らねえんだから。バッサンさん、タイマンの喧嘩でギリギリ勝てそうな動物は何ですか。考える時間を用いたくないよ俺はS さん、絶対にリスだよ。リスよりいるだろもっと。なんでギリなんだよ。朝さん、体力大丈夫ですか。俺マラソンしてねえからな今。まんまるさん、マラソン中なんですか。よく聞け話を。土浦3700円、宇治さんが箱根駅伝で走ってる夢見て。なんでだよ何が起きたらそれ見んだよお前。山勝3600円、キョロちゃんの金のエンゼル当たったけど いらねえよ俺少年じゃねえんだけど。グリーン3600円、こんちゃ、彼女に風俗行ってこいって言われるんですが本当に行っていいですか。彼女が許可してんだろ。じゃあいいだろ。メンタルさん1600円、初スパチャです、できてますか、大丈夫ですか、間違ってません、自信持てなんでそんな不安だお前。アニサキスさん1600円、曇りガラスの向こうにあべこじ。わかんないぞ普通曇りガラスだったら細い男性が立ってるとしかわからないぞCEO さん1600円、朝晩涼しくなってきたこの頃全裸でジョギングできる季節に なってねえやどこの地域だよお前。クリさん、ただいま、家じゃねえわ。スヌーピーさん、おかえり、甘やかすなユーキングさん1600円、初見です、初めてライブに遭遇しま…クマみたく言うなお前気持ち悪い、セクハラみてえなスパチャ送ってきやがったお前。のりたまご3600円、こんばんは、ひまわりの種食べ…俺ドジャースの選手じゃねえんだよ
メジャーリーガーじゃねえんだ俺。クレイジー3600円、これらの利用規約に同意したものとみなさ、どこに書いてあったんだそれ。なんで今言ったんだそれ。トカナ3600円、あれなんかお尻が2つに割れて元々だわ。よくケツ見ずに生きてこれたろお前。キッコーマン3500円、ウジさん、サワリカ、落花生の殻を剥いてたら30分ほどで遅れま、調整可能だろ。なんで読めねえんだ時間お前。キッコーマン3500円、落花生の殻を剥きながらスパチャできるスキルがやめりゃいいじゃん。そんなに時間に追われてんならお前。キッコーマン3500円、ここでいく落花生一味違うぜ千葉県さん。どうして急になんかそれアピールし始めたの。なんなん落花生キャラって。キッコーマン3500円、続けていく太鼓式揉まれて喜ぶキッコーマン。うるせえ。自分の名前大きい声で言うなお前。ヤミヤミさん1500円、ウジさん今年カメムシ大量発生ですか。俺詳しくねえから。なんで詳しいと思ってんだ。キースプリングデイさん、シャトレーゼのアップルパイ追加あっちゃ、聞いてねえよ。明智さん1600円、マスターいつものやってあげて。なんだそれお前。オリエンタルバーいいわお前。ピロロさん1600円、人生初パチャです、もう手洗います。握手の時に言えお前。お前の赤がついただけだわ携帯の。ブルーノアさん1500円、セブンイレブンいいご身分、いい身分でいいだろお前。なんでちょっと語呂悪くしたんだよ。翔一郎さん1600円、今帰ってます、聞いてねえわ。なんで俺に言ったんだお前。戸越さん1600円、神谷おっしゃいました、何もしないから、絶対何にもしないからと。誰にだ。めちゃくちゃフェアな神じゃねえか、何だってできんだから神は。戸越さん1600円、神谷おっしゃいました、先っぽだけ先っぽだけと。早く帰れお前。いつまで言ってんだそれ。ヤミヤミさん1500円、僕は宇治さんが大好き、聞いてねえわ。急に伝えんな。チャミスル3600円、伊勢丹の袋みたいな服着てないんか。着てたことねえわ。どういう発想だそれ。ミンミンさん2000円、お久しぶりです。誰だ。気まずい。ブルーノア3500円、今日はウーロンハイの焼酎抜きを飲んで。ウーロン茶じゃねえか。ダイエットしてんのかお前。ヤミヤミ3500円、常温の焼酎を常温のウーロン茶で割って飲んで。何のためにだ。そんなに冷やしたくないのかお前。CEO さん1600円、ドッグフードはビーフがいい。金持ちみてえなこと言ってんじゃねえよ。キサラキさん1600円、ドッグフードはチキンとラムハ。金持ちばっかじゃねえかお前。官僚さん1600円、宇治さんのせいでスパチャ中毒になってます、責任取ってください。その割には見ねえなあんま。大量に見てたら言えよお前。のりたまご3600円、お得意のピーナッツ鼻に詰めて飛ばすやつよろしくで。やったことねえわ。どこで見たんだお前。ヤミヤミさん1500円、グリーン豆を鼻の中に入れて飛ばすのは梅垣よし。聞いてねえよ。なんで伝えたいんだよ。プププさん1600円、初見です、バナナが好きなんです。誰が言ったんだよ。どこで思ったんだよ。チャバネさん1600円、プーアルチェを3杯飲みました、おかげでお通じがいいです、皆さんもぜひ。何の人だお前。なんでプーアルチェそんなに教えたいんだお前。世の中クズ代表さん1600円、初スパです、母親に産まなきゃよかったって今まで3回言われました。あ、34歳独身。何があった。どういうことだ。丸意味さん1600円、読まれますように。フリーチャで言うんだよ、絶対読まれるだろ。アットホーム3600円、仰向けで具足しごいてると体の重心分かることあります。ねえよ。どういうことだ。ユーキング3600円、うじすげえやろ、やるな。なんで褒めたんだ急に。どこがすごかったんだ。しばらきさん、もういくつ寝ると恋のぼり上がる。音楽に携わんな。いっちゃんさん2000円、やめろ。ワッサーモンチさん1600円、どすこい。あ、初スパチャ。何のワードだそれ。関取かお前。マキーカさん800円、日本代表がオーストラリアに引き分けたんでもう YouTube やめ、もうちょっと別の理由にしな。やりすぎだよそれでやめんのは。ノブさん1500円、バスでこの配信を見てたら酔いま。なんだってよ。うわ、スマホのせいだわ。
チョスウェブンさん2000円。スマホにインコのうんこついてた。ショック。何のラップだそれお前。ザカスさん1500円で濃厚。やめろ。GG Channel